分の強みってなんか別に間違ってることでも自信満々にコールを通すことだったはずなのに、どん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 コールの自信がいや負けたのはねバンのせいじゃないからね。コメント欄でそのバン云々への文句やめてくれ。いろんな試合見て僕が恥ずかしいからやめてくれ。してるうちにだんだんもう制限がきつかったから負けたわけでもない。間違ってるかって好きなのやらせてもらえなかったから、まあ、負けたわけでもない。その自分のせい。メインのコールさ VDK にしてさ、エヌードのサブコールにしてみねえ。いや文句ではなくてもね、見た側文句に見えるし、僕も正直文句に見えるから。正しいんだけど、主催側に少しでもヘイト向くのやめてくれ。そのなんかハテナが浮かんじゃうなら、負け惜しみは僕が言ってないんだから。一切補強に回るのもありかなって思うけど、マッチアップ別に不利なマッチアップじゃなかった。どうよ、そのなんやかんやコールするが、その可能性もあるかもな。一旦変わるところかな。